皆さんこんにちは。ピアニストの田村みどりです。徳之島のワイド節ピアノで島唄、いかがでしたでしょうか。11年前に一度徳之島に伺ってコンサートをさせていただきました。その時に出会った島唄もとても衝撃的で、そしてピアノでぜひ弾いてみたいなと思って弾いてみました。来週の土曜日、もう子供さんも楽しめる楽しいコンサート今計画しています。3つの部分からコンサートを考えていますけれども、少しお話ししたいと思います。まず1つ目、子供も楽しいワクワククラシックのコーナーです。サンサンスというフランスの作曲家、動物のお祭り、動物の謝肉祭という曲を書いています。いろんな動物が音になって現れてくるんですね。せっかくなのでクイズにしようかと思っています。動物の写真を大きくホールに映し出します。そしてみんなにはどの動物の音楽に聞こえるかなってクイズしながら楽しんでもらえたらと思っています。そして、音楽に合わせて体操するコーナーもありますので、元気なお子さんたち待ってます。そして第2部は徳之島歌コーナーです。世界遺産に登録されたということおめでとうございます。当日は島の素敵な映像を映し出していただくことになっています。徳之島歌をメドレーで、ピアノで島歌コーナーということで、目から耳から皆さんには徳之島を味わっていただくコーナーにしたいと思っています。そして3つ目はごちそうクラシックのコーナーです。もう素敵な曲を聴くと幸せな気分、お腹もいっぱいになります。そんな曲を集めてみました。ちょこっと皆様にメドレー形式で聴いていただきたいと思います。こんな曲です。楽しくお届けしていきたいと思います。お子さんから大人の皆さんまでご参加いただけます。ぜひ会場でお会いしましょう。お待ちしてます。